I'm sorry.
胸がいっぱいで何ももう言葉が出ないんですけど、あの七変化ミホランっていう CD がやっとできて、プロとしてのこうスタートラインにやっと立てたかな本当にでもいい出会いだったと思います。多分、まあ、このまま一緒に駆け上がっていきたいなという気持ちです。今年の夏ぐらいからバーッともう勢いよく作り出して、まあ、あのディレクターの大谷さんっていう方がもうすごく乗り気になって面白いって言ってくださって、でもう力ものすごく入って、でもうすごいもう一流のミュージシャンを集めていただいて、ステージに立って皆さんに尽くして尽くして尽くしまくって死んでいくというそういうステージが好きなんです。